11月29日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて115円23銭安い 23,293 円91銭でした。トピックスは昨日に比べて 8.70 ポイント安の 1699.36 でした。1700ポイントの節目を割り込んで終えています。東証一部全体の 54% にあたる1184銘柄が下落しました。上昇したのは全体の4割未満856銘柄ということで、週末の東京市場は軟調な展開、売りが先行しました。そして、今日はアメリカが時間短縮取引という関係もあるのかもしれませんが、商いも昨日に続いて少なめでした。東証一部売買高株数が9億9400万株、売買代金が1兆7500億円にとどまっています。新興市場マザーズ指数が前引け時点で3ポイント高でしたが、大引けでは 1.62 ポイント高ということで 0.1% の上昇、上げ幅を縮小しました。日経ジャスダック平均株価は逆に前引け時点で5円と98銭高でしたが、大引けでは11円と85銭高ということで、こちらは上げ幅を拡大しています。東証一部軟調、新興市場はやや買いが優勢ながら、方向感の乏しいまちまちの動きとなりました。日経225冷やしチャートです。日経平均株価2万3500円手前で足踏み続いていますが、今日はやや明白に売り物が出て陰線を引いて3500円ラインから押し戻された格好です。大引けでは 0.5% 安、115円の下落でありまして、今日の安値というのは5番につけています。実体線大きめの陰線であります。米中対立問題、香港問題などで、アメリカで香港支援法が成立したと、トランプ大統領をサインしたということで、中国が反発を強めています。こうしたことから米中の摩擦が再び加速するのではないかということで、今日は中国市場が大幅安となっています。香港が 2% を超える下落などを演じる中で、東京市場も売り物が先行しました。こうした中、個別銘柄の値動き見ていきますと、基本的には市場全体なかなか買う材料が出てこない、むしろネガティブ感が強い中で個別銘柄を物色するといった格好です。例えばこちらは今日も続伸ですが、6752パナソニックです。昨日上昇して1000円の大台を回復、半導体事業の売却が昨日報じられ、昨日の大引け後に正式に売却を発表しました。不採算である半導体事業を台湾の会社に売却するということであります。今日も続伸です。今日は23円高 2.28% の上昇で終えています。不採算事業のリストラクチャー、売却、それから事業構造改革といったところが期待感を集めているようです。一方でニュース材料関連で売られていたのがグルナビであります。2440グルナビですね。朝方売られて下ヒゲを引いた後、なんとか下げ止まってはいますけども、今日は43円安 3.9%、 4% 近い下落でありました。グルナビなどといった飲食店の予約サイトが、店側に圧力をかけて他のサイトで店の情報を掲載するなと、そうした圧力をかけていた疑いがあるということで、公取が独禁法違反で調査を行っているということが報じられています。このあたりが今後のビジネスモデルそのものですとか業績への警戒感につながったようです。今日の東京市場全体的には中国株安、香港株安を受けて軟調な動き、日経平均は2万3500円手前で弾き返された格好となっています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。